当項目では、オウム真理教の修行について解説する。当初は、もっぱら洋画の手法を用いた修行が行われていた。その後、本来、加入例を意味する宗教用語であった、イニシエーションという言葉を、オウム独自の下脱者のエネルギーを伝授することで弟子を成就、下脱させるという意味で使うことで信者を増やしていった。しかし一方で、朝原将校は、 バジラヤーナの実践、シークレットワークなどと呼ばれた反社会的活動を修行の一環、苦毒を積む行為などと正当化し、第三次世界大戦を回避するため3万人の成就者を出す、ハルマゲドンが起きる1997年までに修行を完成させなければならないなどと終末思想を煽り、そしてバジラヤーナの妨げとなる弟子の中の観念を崩す、すり替える、消し去る。 つまり修行の妨げになるからという名目で、朝原の考えや反社会的活動に反抗する意志や能力を信者から奪うための様々な洗脳施策を取るようになった。1994年前後には違法薬物や機械によるイニシエーションが始まり、イソミタールやチオペンタールによる催眠状態を利用して潜在意識へ競技をすり込む、バルドーの悟りのイニシエーション、また、 LSD の幻覚作用や覚醒剤の薬理作用などを利用して神秘体験を誘導するキリストのイニシエーション、ルドラ着輪のイニシエーションが大掛かりに行われた。そして最終的には電気ショック療法を悪用して記憶を消すニューナルコまで行われるようになった。朝原はこのような機械的な使用を完全たり基本願しかないと言って奨励した。薬物や 電気ショックという手法まで駆使したため、他のカルトと異なるオウム真理教の教えは潜在意識のレベルにまで浸透しており、そのことが教団からの脱会をより困難にしている。特に霊的エネルギーを注入する修行のことをイニシエーションという。林育夫によると修行方法を教えたり、朝原昌光のエネルギーを込めることができる物体を与えたりすることをイニシエーションと呼んでいた。 チベット仏教系の男女混合物がぶゆむ。チャクラサンバラとバジュラバラヒー。ありがとうございます。